キングタクシー株式会社は、秋田市三号に本社を置く、タクシー及び地方自治体からの委託による、オンデマンド型交通システム事業を行う企業である。一般のタクシーハイヤー部門に加え、各車両を利用した貸切での観光タクシー事業、タクシー代行事業、及び秋田空港への乗り合いタクシー、秋田エアポートライナーの事業を行っている。法人として、 指定訪問介護事業所の資格を取得し、利用する車両も車椅子のまま乗車可能な車両や、後部座席が回転する一般車両を配備している。ドライバーにもホームヘルパーの資格取得者を配備している。2008年3月31日で廃止となった、秋田市北部の路線バスを継承する交通手段として、秋田市からの委託により、予約式の乗り合いタクシー、秋田市、 マイタウンバス北部線を同年4月1日より導入した。秋田厚生医療センター及び飯島北回転地を乗り継ぎ場所としてバスで移動し、そこからは予約制の乗り合いジャンボタクシーで旧バス路線を踏襲したルートで運行する。また、2011年3月31日で廃止となった神田土崎線の笹岡経由系統について神田笹岡組合病院部分を 秋田市、マイタウンバス笹岡線として、同年4月1日より、定時のダイヤ編成のある路線として受託することになった。この路線では、道路線専用の回数券のほか、秋田中央交通発行の回数券などが利用可能となっている。当初は、飯島肉停留所が乗り継ぎ指定場所となっていたが、後に、同停留所からほど近い回転地である。 飯島北に変更されている。ありがとうございます。